イメラジオ第五千百四十八回。今日は令和五年六月九日金曜日です。時刻は正午。横浜港北曇りの正午。窓を開けての放送です。いかにも梅雨空しかも紫外線が強いですね。リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか。金曜のお昼です。 さてイメラジオ今回は国家ボルシェビズムとは何かこんなタイトルでお話しましょう国家ボルシェビズムとは何かあの国家っていうのはまあ英語風に言うとナショナルですよねネイショナナショナル,ナョナルで、まあ、ドイツ語で言えばナッチョナル とかこんな感じですよ。で国家社会主義っていうとナッチオナル・ゾツヤリスムスドイツ語でね。でこのナッチオナル・ゾツヤリスムスこれをねナチーチスと言ってるわけですよ。これを。これ部別の言葉なんですこういう短縮形は。ナチスっていうのは部別語でしかもあのちゃんとした用語ではなくあだ名なんですよ。であの今回のこれもね ちょっとドイツ語風に言うとナチョナール・ボルシェビズム。こうですよね。ドイツ語風に言うとですよ。ナチョナール・ボルシェビズム。ナッツボルって言われるわけ。これ。ナッツボル。ナッツボル。こんな感じでしょうか。ちゃんと発音すれば。これも部別語です。で、この国家ボルシェビズムなんですけどね。ちょっと、あの、経緯が分かっていれば、奇妙な言葉やな、思うんですよ。 つまり国家主義あるいは国民主義民族主義ナショナリズムですね国家主義国民主義民族主義ナショナリズムとボルシェビズムって普通あの一緒にならないどころかこれ敵対するじゃないかと。でボルシェビズムっていうのはあのロシア革命の時の,あの革命やったボルシェビキの考え方要するに労働者を立ち上がれと革命を起こすぞと。 要するに共産党ですよね。で、一方、ナショナリズムというのは、これ一般的にその共産党の真反対の保守政党が言いそうなあの概念じゃないですか、ナショナリズムって。だから、一般的にナショナリズム,リズムとボルシェビズム、で、ボルシェビズムイコール、近日イコールコミュニズムなわけですから、それは真逆なものというふうに一般的には捉えられているんですよ。しかも、 えっと、歴史的にもそのナチョナル・ゾチアリスムス、まあ、ナチョナリズムの,あのヒトラーとでブロシェビズムの、ね、コミュニズムのスターリンがガーンと戦ってそれで、えっと、大祖国戦争ロシア風に言えばね第二次世界大戦が戦われたんですよ独ソ戦はもうもうあのう凄惨な戦いでした。 何千万人亡くなりましたね兵士も民間人も。でそのようにナショナリズムとボルシェビズムが戦ってるわけですからですから普通ナショナルあのボルシェビズム国家ボルシェビズムってのは変な言葉なんですがこれねえっ、ー、と実はあのナチスが出てきた時にナチス左派。 ナチス・サハっていうのが一瞬いてその彼らに対して使われていた言葉なのねナチョナール・ボルシビズムっていうのはもともとドイツなんですよこれって発祥は国家・ボルシビズムっていうのはあの1920年代の最初の頃です。でこのナチス・サハに対してヒトラーがバカ野郎という感じでな私我が党ナチスにお前らみたいなのいらないとパンと粛清したので。 このナチス左派っていうのは一気に消えてですからまあまあり話題にならないわけですよ。このようにあのナチスから見たらこのボルシビズムみたいなものはもう異端もええとこのわけですね。ところがそれがですねあのその後今のお話が1920年代なんだけどそれから70年ほど経ってソビエト連邦があの壊れた後の90年代にロシアで復活してきたんですよ。ナナショナル ボボルルシシェェズズムムいう国家ボルシェビズムが、ね、でこのイメラジオでよくご紹介しているアレクサンドル・ドゥーギンというこの哲学者も実は最初はこの国家ボルシェビズム運動あるいは国家ボルシェビズム党ってあるんですよ。リモノフって人がやってたんですけどね今ちょっとリモノフさんが亡くなられてあの次の人に変わってると思いますが。 エドワールドリモノフっていう人があの国家ボルシェビズム党っていうのをやっててでドゥーギンも最初はこれに参加してたでドゥーギンがその後自分で抜けてなんか自分独自の党を今立ち上げてるようですね。でこの国家ボルシェビズム党これがね実はロシアの政治であるいは社会情勢においてもう無視できないあの力持ってるんですね。 なんかいかにもあのナチスの頃のあの旗赤や白や黒やっていうあのナチスがよく使ってたあの色でこの国家ボルシェビズム党の旗作ってるんですよこれだから一瞬見るとねあナチの旗かななんて思うわけナチスに非常に心寄せてるんですよところが共産主義いいよねソ連共産党よかったよねスターリンって偉大でしたよね というこういうい方々これはやっぱり今のロシアの主流からはちょっとあのやばいぞとしかもあっちこっちであのデモをやってで,でかい声出してそれであのというそういう方々なのでですからまあ品縮を買ってるといえば品縮を買ってるんです。 だけどまあこういう運動をやる人は貧粛んのそので頑張りますからまあ今のところロシアでこの国家ボルシェビズムっていうのがあるはある何万人かの,あの会員はいるようですねで今回の放送で強調しておきたいのはこの国家ボルシェビズムっていう 奇妙でしょナショナリズムとボルシェミズムがこうひっついてるっていうこれがね実はロシアの知的風土なんですよ普通は左と右っていうと真逆って言われてないですかだからなんか幅みたいになってて横長の横長の幅みたいになっててで左にボルシェミズム右にえっと ナナショナリズムみたいいにななってるじゃないですかそれで右翼左翼と右翼で喧嘩してるっていうこういう状況でしょロシアではねそ,のそういう横長のなんか幅みたいになってるんじゃなくて長方形になってなくてねなんか円環になってるんですよロシアではつまりつながっちゃうんですね最後は。だからそのナショナリズムとボルシェビズムが手を組んじゃうっていうくっついちゃうっていうここがね一番ロシアのこの 知的風土であるいいは政治とと言ってみるけど分かりにくいとこななんんでですよなんでこの2つが手を組むんですかってやつね西側の感覚ではあれっていう感じの。でなんでこのロシアではじゃあこういう知的風土政治風土なのか右と左がひっついちゃうのかこれについてはねもうちょっとちゃんとあの調べないといけないのであの歴史をね で、私はちょっとそれをやろうかなと思っております。またわかることがあったら、この夢ラジオでお話しいたしましょう。さて、えっと、五千百四十八回、今回は。国家ボルシービズムとは何か。ありがとうございました。